人法語は、ミャンマー有数の民族の一つである、カチン族によって話される言語の一つである。この言語は、カチン族の共通語として機能していることから、カチン語という名称でも知られる。和社の大部分は、ミャンマー北部に位置するカチン州及びシャン州北部に居住する。また、和社の一部は中華人民共和国雲南聖徳、広史大族陳法族自治州及び、 インドのアッサム州とアルナーチャルプラデーシュ州にも居住する。特に中国の方言は、K、インドの方言は、シンポ語という名称で知られる。エスノロングによると、人法人の人口はおよそ90万人である。人法語は、カチン族の主要言語である。カチン族は、ミャンマーのカチン州を中心に居住する、ミャンマー有数の民族の一つである。 カチン族が用いる言語は多様であり、人法語の他に、イ話語、論文語、ラワン語、リス語などがある。この民族と言語の一体多対応を示すカチンにおいては、多言語仕様は珍しくない。カチン族の共通語としての人法語は、カチンの人々を結びつける一つの役割を担っている。人法語は、 系統的に、シナチベット語族チベットビルマ語派に属する言語であり、中国語、ビルマ語、チベット語などの言語と深遠性を示す。人法語は、地理的に広い分布を示すため、多くの方言を持つ。比較言語学的証拠は、人法語方言が大きく南部方言群と北部方言群に分かれることを示している。ミャンマーのカチン州の州と、 ミッチーナーで話される人法語と中国の経は前者に属し比較的近い関係にある。後者はインドの神法語とミャンマーのプータを近郊に分布するドゥレン方言を含む。人法語はラテン文字による聖書法を持つ。同聖書法は米国バプテスト教会の宣教師オーラ・ハンソンにより1890年代に考案された。人法語は 東南アジア産学部の民族のうち最も早くに文字を手に入れた言語の一つであり、また、同性書法は現在もカチン族の間で広く普及している。20世紀以降、カチン族の他の言語の聖書法の多くも人法、語性書法に基づいて考案された。最大の音節構造は CCVC である。頭詩音が両親音、または難航外音の時、透け詩音として、 R および Y が構造しうる。バッシオンには P, T, K, M, N, W, Y が現れうる。五つの基本ポイント三十一のシーン音奏を持ち、四つの成長を持つ音節成長言語である。主要な語形成手段として複合、重複、切字負荷、ゼロ派生などが認められる。動詞末尾型言語である。文中における 名宿の役割は、各助詞により示される。主語と目的語の相対的優先性に従って、目的語の格表示が決まる。他の東南アジア大陸部署語同様、動詞連続を発達させている。カチン族は、イ族と長い間共生関係にあった。カチン族の一部が、イ族になる事例は、当該地域の民族流動性の事例の一つとして、よく知られる。 カチン族とタイ族の緊密な関係は、借用語として言語にも反映されている。ミャンマーの現代の公用語であるビルマ語の多くも本来はシャン語を介して、カチン書語に借用されたと考えられる。ありがとうございます。